iPad を PC 代わりに持ち歩きたい。こんにちは、トパロブです。という入りからね、入るんですけども、今日はねちょっとマニアックなネタで、まあこのコンパクトな iPad を使って、まあ、自宅のねデスクトップ PC とか会社の PC にリモートで接続をして、例えばねカフェだったりとか、例えば出張先とか外出先でもね、荷物は iPad だけで気軽にね PC 作業ができる環境っていうのを目指してね動画を撮っていこうと思います。はい、っていうのもですね、まあ、最近ここにある通りなんですけど、自作のね Windows PC を組みまして、普段はねここで作業してるんですよ。で本当にねパワフルだし、作業するとき何の不便もないんですけど、ただ一つだけ不便があるとすると、やっぱりこの環境を持ち歩けないことなんですよね。で最近ね僕カフェとか外出するときはだいたいねこの iPad を持っていくんですね。で iPad だと結構ねドキュメントの作業とか、ある程度クラウドでいろいろなことができるんですけど、例えばねこの PC の中にしかないファイルでこれが必要ってなった時とかは結構ね不便で困るんですよね。なので iPad だけ外出時に持って行って、いざという時にこっちのね PC のファイルとかツールにアクセスできるっていう環境を目指して行っていこうと思います。でこの動画を撮る前からいろいろなツールをね試して、ある程度ね結構快適に作業ができるんじゃないかなって感じになったので、今回ね動画を撮っています。というわけで、トバログと同じように悩んでる人のためになれば幸いです。それでは行ってみましょう。というわけでね、早速紹介していくんですけど、リモートデスクトップ用のアプリっていうのがいくつかあるんですけど、今回ね試したのはこの3種類ですね。まあ有名どころだと思うんですけど、まずはやっぱり Chrome デスクトップ、多分みんなも使ったことあると思うんですが、価格も無料だし、 Chrome とか Google のアカウントを持っていれば、まあどのデバイスからでもね大体アクセスができるって感じですね。 Windows も OK、 Mac も OK っていう感じです。でまあ次にね Windows 純正のリモートデスクトップアプリですね。これもね価格は無料で使えるんですが、これちょっと癖なのが、あの Windows 10のプロフェッショナルじゃないと使えないんですよ。まあ Windows 10じゃなくてもいいと思うんですけど、ホームじゃなくてプロフェッショナルっていうちょっとね価格が高い OS じゃないと使えないんですね。で最後に紹介するのがスプラッシュトップですね。これに関しては月500円か年間2000円の料金がかかってきます。でまあ同じねネットワーク内だったら無料なんですけど、カフェとか出張先とか外出先で使いたいっていう人は料金がかかってきますよって感じですね。で対応する OS に関しても Mac、Windows、Linux、 これベータ版なんですけど、まあ、その3つに対して Android からでも MacBook からでも Windows からでもどんな OS からでもねアクセスができるっていうものですね。今回はねこの3つのアプリを使って、トバログ的にどれが最適なのか、例えば遅延はどれが少ないのかとか、まあ、無料で使えるのそれとも有料なのとか、あとまあ入力の手間ですね。 iPad 用のこのカナー変換、まあ、こういう点キーとかマウスで入力できるのとか、そういうところをねいろいろ計測してます。まあ、結果の方はね動画の後半で説明しようと思ってます。じゃあ実際どんな感じで使えたのっていうところをねテストしながら紹介していきたいと思います。はい、というわけでね早速 iPad の方にこのスプラッシュトップのアプリと Chrome のリモートデスクトップと Microsoft のリモートデスクトップを全部入れています。ちょっとこのね自宅のいつもの環境からだとあんまりねリモート感がないと思うので、ちょっとね外で撮影していきたいと思います。はい、ちょっとねこんな感じで今公園に来てみたんですけど、公園でちょっと iPad を使って自宅のデスクトップにアクセスしたいと思います。よし、まずはやっぱりこのスプラッシュトップかな。今こんな感じで MacBook Air とデスクトップがあります。デスクトップから行こう。これ結構すごくないですか。普通に iPad がこんな感じで Surface Go のようになんかねもう Windows のデスクトップになってるんですよね。一応今 4G で自宅のね PC に対して接続しているって感じですね。こんな感じで結構サクサクなのすごくないですか。まあ、このねカーソル移動とかに関してはこれリアルタイムで、おそらくねオフラインでやってるんですよね。で例えばこれをクリックした時だけオンラインになるみたいな、このクリックした信号だけが向こうに行くっていう感じなんだと思います。で例えばねトバログのページを開いてこんな感じで、一応ね iPad ほど滑らかではないんですけど、ちゃんとスクロールもできるって感じですね。まあ、スプラッシュトップの場合文字入力をするときはこんな感じで、文字入力に関してはねオフラインで処理してるっぽいんですよね。でオフラインで処理してエンターキーを押すとこんな感じでこっちに反映されるっていうスタイルな気がする。結構リアルタイムな気がする。ほらすごくないですか。遅延本当にオンラインの格闘ゲームぐらいで、多分ね6フレーム程度なのかなとか思うんですけど、こんな風に意外と快適に
使えます。出先で一番困るのが あのファイル自宅のデスクトップにあるっていうパターンなんですけど、まあ、例えばね iPad で使いたいっていう風になったらここからクラウドにアップして、でクラウドから iPad にね直接落とすっていうこともできるんで、そういう使い方もできますね。 iPad で動画編集って専用のねアプリを使わなきゃ難しいんですけど、こんな感じでプレミアプロも一応ね使えますね。意外と動画編集もいけそうこれちゃんとねスプラッシュトップの場合だとこのねシーケンスのスクロールはもちろんなんですけど、このねあのショートカットもちゃんと動くんですよ。これがスプラッシュトップすげー。自宅の PC に公園から2倍速再生でプレミアプロの動画を編集ができるっていう、すごい。これ一応ねブレンダーとか表示できるんですけど、ショートカットキーがあんまり効かなそうっていうのと、カーソルをね 3D で動かすとかがちょっと難しそうなので、まあビューアーとかちょっと今まで作ったものを出力してデータ化したいみたいな時は結構使えそうだけど、 iPad からブレンダーのデータを直接編集っていうのはちょっと難しそうですね。通常 Windows 上でしか起動してくれないフォトグラメトリツールなんですけど、これに関しても実際にねあのローカルのマシンパワーを使っているので、 iPad のパワーじゃないのでかなりねサクサク動いてくれますね。これはね結構感動しますよ本当に。ディスプレイの表示も普通に見れるし、これ解像度もね変えられるんで全然その辺も問題ないですね。もともとは Chrome デスクトップ使ってたんですけど、 Chrome デスクトップは結構ね癖があって使いづらかったんですよ。こんな感じで表示させてビューアーとして使ったりとか、ハブとしての使い方はできるんですけど、 iPad 上から操作が結構難しくて、この数字とかアルファベットキーに関しては反応するんですけど、こういうねコマンドとか Alt キーとか Windows キーとかそういうのがね反応しないんですよね。この下の部分、今どのキーボードを開いたか認識してくれるサイト開いてみたんですけど、こんな感じで数字キーとかアルファベットキーは認識するんですけど、この辺のねコマンドとかコントロールとかシフトとかそういうのが全部認識できないんですよね iPad からだと。なのでコマンドとかコントロールを押しながらコピー&ペーストとかもできないし、本当にね作業っていう目的だとやっぱり Chrome デスクトップはきつそうです。で今ねスプラッシュトップに戻ってきたんですけど、スプラッシュトップの場合だとこんな感じでキーをねちゃんと認識してくれます。ローカルでね変換もしてくれるっぽいし、こんな感じでコントロールもちゃんと認識して動いてくれているので、ある程度の作業は本当にスプラッシュトップならいける感じですね。ちょっとね画面が切り替わるんですけど、さっきまで外で撮ってたけど風がめちゃくちゃ強すぎて音がねちゃんと入ってなかったので、改めてこの自宅からお送りしようと思います。ちょっと画面の構図的に見づらいと思うんですけど、 MacBook に関しては本当にねあのこのキーボード配列が全く一緒なので、何のなんか違和感もなく使えますね。こんな感じで日本語でここにコマンドキーがあるんで、コマンド A を押すとこんな感じで全選択もできるし、まあ解除しつつって感じですよね。これ結構びっくりしたんですけど、リモートデスクトップ全然遅延感じないですね。かなりもう iPad 型 MacBook なんじゃないかってぐらいちゃんと映りますね。まあ今ね iPad でほとんどのことはできるんですけど、まだ MacBook とか PC じゃないとできないっていうこともあるので、そういうのがこのリモートデスクトップで補えるっていうのは外出時だったらかなりね利便性高いというかありがたい気がします。はい、で今ねより PC 的に使うために各種ね Bluetooth デバイス接続してるんですけど、まあ、普通にね iPad マウスとかも使えるんで、そのままねこのマウスとか使うことができますね。こんな感じでこのマウスで Windows 上のファイルをねこうやって選んだりもできるし、まあ、こんな感じで右クリックすればメニューも表示できるしっていう感じで、こんな感じで HHKB でももちろんねタイピングができるし、言語切り替えとかもちゃんとできてるみたいです。ただちょっとね難点なのが、この点キーを接続した場合 iPad 上だとね点キーじゃなくてここのキーだと認識されてるんですね。まあ、普通の PC だとこういうキーボードと点キーって切り分けてショートカットとかセッティングができるんですけど、 iPad だとねそれができないみたいなので、例えばねプレミアプロ用のショートカットを PC 上でセッティングしていても iPad からだとこの点キーは使えないって感じです。なのでその際はショートカットキーをこういうキーボードに割り当てれば、まあ普通にショートカットがいけるかなって感じです。こんな感じで数字キーとかアルファベットキーは認識するんですけど、この辺の、ね、コマンドとかコントロールとかシフトとかそういうのが全部認識できないんですよね iPad からだと。なのでコマンドとかコントロールを押しながらはい、というわけで想像以上にね iPad が PC として使えております。
はい、というわけで1週間ぐらいかけて冒頭で紹介した3つのアプリについていろいろね検証してみました。ちょっとね検証結果こんな感じです。まあ、いくつかね項目分けしてるので簡単に紹介していきます。はい、まず価格に関してなんですけど、やっぱりね Chrome デスクトップ無料なので最強です。で、Microsoft のリモートデスクトップに関しては、まあ Windows Professional を購入しなければいけないのでちょっと三角って感じですね。で、スプラッシュトップはやっぱり月額とか、まあ、年間で課金をしなければいけないので×としています。対応デバイスの多さですね。やっぱり Chrome とスプラッシュトップに関しては対応デバイスすごい多いので20丸にしてます。まあ、Microsoft のデスクトップに関しては Windows 発信じゃないといけないので三角としてます。はい、で、まあ遅延みたいなところなんですけど、例えばねあのレイテンシーみたいなのはほとんどねどの端末もあんまり違いがなかった気がします。やっぱりねローカルでサクサクやった方がいいに越したことはないんですけど、ある程度まあ動きにシビアじゃない操作であればそんなにねどれも気にならないかなって感じですね。まあ操作性っていうところに関してはマウスカーソルの動かしやすさとかドラッグ&ドロップとかのやりやすさみたいなところですね。スプラッシュトップとマイクロソフトはね本当にヌルヌルと PC をいじってるかのようにできるんですけど、で Chrome デスクトップに関してはちょっと難ありで、なんかタップモードだったりカーソルモードみたいな何種類かあるんですけど、それがね結構使いづらくて本当にイライラしたのでちょっと三角としています。で、あと画面サイズっていうのはこの iPad に対してどれだけ最適化してくれるかってところですね。まあ、これに関してはね Microsoft のデスクトップが完璧で、こんな感じでこのね縦横のアスペクト比にぴったり合わせて表示してくれるんですね。上と下の余白がほとんどないっていうところで20丸にしています。で、 Chrome デスクトップに関しては2画面つけているとこっち側とこっち側で2画面表示されちゃうんですよね。なので一つずつ文字が小さいので、いちいち設定からディスプレイのね拡張をオフにしなきゃいけないんですよ。なのでその煩わしさがあるので三角です。で、スプラッシュトップに関してはこのね左右の余白だったり縦横の余白が結構出やすかったので、まあ、丸ってしてるんですけど、例えばね例えば2枚ディスプレイ使ってたら表示させる方のねディスプレイ選べるんですよね。ここで簡単にスイッチングができるので、そういう機能は結構便利なのかなって感じがします。で、あと画面オフってあるんですけど、これはこっちでねリモートしてる最中にこっちの画面がオフになるかどうかですね。 Chrome デスクトップに関してはこれがね設定で見当たらなかったんですけど、普通にここでミラーリングしてしまうので、例えば外出先でこっちでいじってたらその様子を、まあ、家にいる人なり会社の人なりから見られてしまうので、そこはちょっと不便かなって感じがしました。で、あとね変換と入力方法ですね。ちょっとね Chrome デスクトップに関してはさっきも紹介した通りオルトキーとかコントロールキーが認識しないのと、あと言語変換ができなかったんですよ。 MacBook から Windows 操作するんだったら問題なかったんですけど、 iPad からっていう目的だとちょっとねできなかったので×にしています。まあスプラッシュトップに関してはこのね変換無変換とかがここのね iPad 上から操作はできるんですけど、これができるかどうかっていうのは結構ねあの Windows 側のシステムによりけりなんですよね。 Microsoft のリモートデスクトップに関しては本当にね Windows 上の IME とかシステムに関係なくこの iPad 上で入力したものをそのままね送ってくれる感じっぽいので、なのでその変換無変換とかの煩わしさはなかったですね。ちゃんとコントロールキーとか、まあ、戻るとかそういうのもね押せれる感じでした。まあ、本当にねこの変換無変換ができるかどうかで作業の効率だいぶ変わってくるので、その辺はねやっぱり考えたいところですね。まあ、ショートカットはさっきお見せしたようにプレミアプロとか、あとまあ他のねブレンダーとかそういうソフトでショートカットキー対応してるかどうかってところですね。これに関してはなぜかスプラッシュトップだけちゃんとね反応してくれていて、他のやつだと反応してくれなかったですね。はい、という感じで3つのアプリについていろいろね比較検証してみたんですけど、まあ一番ねどれがおすすめなのかっていうと、まあ、正直結構ね難しいところで、快適性とかその対応デバイスの種類とかそういうのを求めるのであれば、一番はね有料だけどスプラッシュトップが最強かなと思いました。ショートカットキーも使えるから動画編集も結構できそうだし、あとまあ変換がねちょっと難ありだけど、その辺はね IME で変えればいいし、結構ねやっぱそのサービスだけをちゃんとやってる会社が作ってるものなので、かなりねクオリティが高いですね。マイクロソフトのリモートデスクトップもいいのかなと思うんですけど、なかなかこれに当てはまるユーザーは多くないのかなって感じですかね。あと Chrome のリモートデスクトップに関しては iPad 上からこう操作して作業するっていうのはちょっとね難しいところが
あったので、まあ、もしね自宅とか会社にある PC にアクセスして必要な資料とか画像とかそういうのだけコピー&ペーストを自分の環境に持っていきたいとか、あとはまあ会社の PC の中に PDF があってその情報が知りたいみたいな、そういう時には結構使えるかなと思うので、そんなにねヘビーな使い方をしないのであれば Chrome リモートデスクトップでも良さそうですね。というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。常にねデータ通信とかをしていなきゃいけないんですけど、何よりねこの軽い iPad でなおかつバッテリー持ちもいいしデータ通信そのままできるしっていう端末からつよつよ PC にねアクセスできるっていうのはめちゃくちゃいいですね。精神的にもすごい楽になりました。この動画気に入っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トマログでした。